こんにちは、エブリバディ。今日は埼玉スタジアム2022にアジアチャンピオンズリーグを見に行ってきます。よろしくお願いします。埼玉スタジアムに行く場合は埼玉高速鉄道に乗りまして、最寄りの浦和美園駅に降りるのが一番いいんですけれども、今日は東川口駅から歩いていきたいと思います。JR 東川口駅を降りますと、すぐに埼玉高速鉄道東川口駅がございまして、このように多くの方は高速鉄道に乗り換えまして埼玉スタジアムを目指します。多くの方は高速鉄道で埼玉スタジアムを目指すので、私のように歩いていく人はかなり稀なんですけれども、まあ、いや、ただサッカーを見に行くだけでは面白くないので、せっかくなのでこの埼玉周辺を散策しながら埼玉スタジアムを目指したいと思います。といっても駅周辺はこのようにですね、大きな通りがございまして、その周辺に特にお店があるわけでもないんですけれども、まあ、この道を約5キロ歩きますと埼玉スタジアムに到着します。結局バスに乗っても浦和美園駅から埼玉スタジアムまで30分ぐらい歩くので、であれば東川口駅から歩いてもいいでしょうと思っています。埼玉スタジアムまでの道のりはとても簡単で、この道をただひたすらまっすぐ進むことで埼玉スタジアム2022に到着することができます。さっきまでは歩道もしっかりとあったんですけれども、この先はですね、ご覧のように歩道もだいぶキューッと狭くなっちゃいまして、この道をもう少し進んでいきますとイオンモールがございまして、そのさらに先に浦和美園駅がございます。そちらで先ほど高速鉄道に乗った仲間たちと合流をしまして、みんなで一丸となって埼玉スタジアムを目指します。今現在はこんな快適な道を歩いていまして、こういう道を歩けるのであれば5キロの道のりも何の苦でもございません。私の右手側にイオンモールが見えてまいりました。このイオンモール、ここがちょうど中間点あたりでしょうか。東川口駅で降りて、そしてここまで歩いてくる間、途中飲食店はございませんでした。そしてお弁当を買うお店もございませんでしたから、このイオンモールあたりで何かこうスタジアムで食べるご飯をですね、夕飯を買っていくのもありだと思います。浦和美園駅見えてまいりました。そして私の目の前には真っ赤なユニフォームを着たレッズファンの姿もたくさん見えてまいりました。浦和美園駅周辺、レッズファンで溢れ返っております。電車が着いたんでしょう、先ほどよりもたくさんの人たちが駅の周辺に溢れ返っておりまして、浦和美園駅を降りますとこのようにですね、スタジアムの北門を目指す方々の行列ができている、このバス乗り場すごい行列ができています。ここから2キロぐらい歩かなければいけないので、その歩く手間を省きたいということで、このようにバスの行列に並んでいる人たちもいます。そして右手側にはフットボールパークとございまして、こちらでグッズを買えます。今調べたら2キロもないですね。ここから 1.1キロで埼玉スタジアムまで到着します。今日のアジアチャンピオンズリーグも6万人のお客様が埼玉スタジアムを訪れるそうです。いよいよ奥に見えてまいりました、埼玉スタジアム2002です。この辺りからはキッチンカー、数々のキッチンカーが、おー、いい匂いがする。左側にはキューバサンドのキッチンカー、そしてその奥にもキッチンカー、キッチンカー、キッチンカー、目の前には大きな旗を持つお客さん。正面には大きな埼玉スタジアム2002、そしてこのフェンスにはたくさんのメッセージが貼られていまして、俺たちの愛する街、俺たちの愛するクラブ、その手に持つ旗でこの空を、アジアの主役は俺たちだ、俺たちだ、俺たちだと、すごいメッセージがこのようにフェンスにたくさん貼られています。そして入り口の手前にはこのように真っ赤な横断幕、一人一人の思いが浦和の歴史を動かすというこの横断幕が掲げられております。会場からは400メートルほど離れていると思うんですけれども、それでもものすごいボリュームの音楽がここまで聞こえてきます。会場のものすごい熱気で私の体感温度がとうとう40度を超えてしまう事件が起こってしまいました。このゲートの向こうは別世界、このゲートの向こう側からは浦和レッズファンの大きな歓声、大きな歌が聞こえてきます。正面にはマッチデイプログラム販売所がございますけれども、すごい人数が並んでいます。そしてファンショップの最後尾もこちらですね。この先にファンショップあるんですけれども、こちらもかなりの行列になっております。もう歌ってるよ。会場の中では浦和レッズファンがもう大きな声で歌っております。会場に入るのも一苦労、これだけの行列です。会場ゲート前にはこれだけの行列ができております。すごい行列です。この正面の行列は何だと思ったら、これは焼き鳥です。焼き鳥の行列でございます。入場が始まったのかな。奥、階段のところがすごい、旗を持った人たちが
ゴリゴリと歩いています。すごいぞこれ。これが国際試合の熱気なんでしょうか。すごいファンの歓声、声が。正面にはチケットブースがございますけれども、さすがに今日当日券はないんじゃないか。ああ、やはり当日券はないというふうに書いてありますね。ここにもすごい行列があって、ぐるっと回ってみましたら、なんとトイレの行列でした。スタジアム周辺の公園ではこのようにサッカーを楽しむ少年たちの姿も見ることができます。この辺りにはアルヒラルのファンの姿もちょっと見えてまいりましたよ。アルヒラルファンの皆様もこのように少しずつ集まってきたようです。先ほどまでこの辺りに並んでいたお客さんの行列は会場とともにですね、一気にいなくなってしまいまして、皆さんスタジアムの中に吸い込まれていったようです。お客様の熱気がすごすぎて、体感温度、私の体感温度は40度を超えている状態です。会場の外の様子からですね、おそらく 99% は浦和レッズのファン、そして相手方のアルヒラルのファンはおそらく 1% ぐらいの分量ではないでしょうか。本日のチケットは異様に高騰しておりまして、転売ではですね、4万円から5万円の値段がついていたそうです。もう早速この会場の中には浦和レッズサポーターのファンの声がものすごく響き渡っております。今日アジアチャンピオンズリーグなので、スタジアムの盛り上がりがいつもとはちょっと違います。浦和レッズ優勝しました。アジアチャンピオンズリーグ優勝に。まだ中で大合唱続いているんですけれども、それでもたくさんのお客様がスタジアムの外に出てきて、浦和美園駅の方向に向かって歩いている様子です。